予報センターから台風に関する最新情報をお伝えします。現在台風9号10号と2つの台風があります。この中特に台風9号に関しては今夜から明日にかけて特に先島を中心に厳重な警戒が必要な状況となりそうです。こちらの方まずは気象衛星ひまわりの方で雲の方を確認していきたいと思います。こちらです。こちら画面左側の方にある雲、こちらの方が台風9号、画面右側にある雲、こちらの方が台風10号になります。こちら台風9号なんですけども、特に拡大していくとですね、中心の付近かなりしっかりとした目があるといったような状況で、今後もまだ発達傾向にあるということが言えるかと思います。台風9号この後の進路です。こちらなんですが、まずは19時の推定値から見ていきたいと思います。大型で非常に強い強さで北北西に15キロで進んでいるような状況、中心気圧は930ヘクトパスカル、最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルです。この後台風の方は発達してきそうです。こちら午前0時の段階ではちょうどですね、先島付近を通過中といった状況になるんですが、9日の午前0時には猛烈な強さで、最大瞬間風速としては75メートルを予測される、これだけかなり、大きな被害を及ぼす程度の風といった状況になっていることが予想されますから十分に警戒をしてください。また台風10号です。台風10号はですね、8日18時現在なんですが、大型で非常に強い強さでマリアナ諸島付近にあります。ゆっくりとした速度で、進んでいるような状況なんですね。この後なんですけども、だいぶ予報の方にはブレ幅があります。予報円の方を見ていただきますと、13日火曜日の15時の段階では九州から東海沖にかけてかなり広い範囲で予報円の方が広がっておりますので、来週ちょうどお盆期間中に影響が出る可能性を含んでいますけれども、まだまだ予報にブレ幅がありますから最新情報を確認するようにしてください。以上、予報センターから台風に関する最新情報をお伝えしました。